モグラハス。いや、何あれ、なんかおばちゃんヘアみたいな。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、次はどの辺、あー、とりあえずこれって飛ぶとき見えんかったよね。あれ学校の近くかな。学校よりもさらに上か。いや、でも一番近いところにとりあえず飛ぼう。ってことで、多分この、この辺までとりあえず飛ぼう。行くですねー。まあ、近くまで飛べたらいいのにね。待って、一回満腹にしとこ。ちょっといいかい。食堂のおばちゃんネットワーク会員番号4番千鶴よ。お腹がいっぱいになるみんな大好き満腹定食、全員分で500マリーだけど食べてっかい。もちろん。いい食べっぷりだね。またお腹が空いたら来ちゃうだいね。了解です。おっ、チャオ。なんか話しかけれんねやけど、なんかたまにさ、これ話しかけれん時あるんやけど、なんなんやろ、バグなんかな。だね。下校タイムになったぞ。とりあえずクエスト受けとこ。おい、お前たち YSP クラブが学校側を操縦してるって本当か。お、噂が。学園長に任命されたらしいって、そういう噂があるんだ。いや、だけどスーパー信じられない。だって俺は巨大ロボ研究クラブの部長だぞ。え、巨大ロボ研究クラブ、そんなんまであるんや。細かいね。俺の方が学校側をうまく操縦できるはずなんだ。なあ、その学園長のところに行って、学校側を発信させてみろ。今ですか？別に出動する理由がないんだけど。本当にパイロットだったら、それくらいできるだろ？いや、むやみやたらに発信させるわけではね。超高合体学校側 Y。巨大ロボ研究クラブ部長の清田哲は、YSP クラブが本当に学校側 Y を操縦できるのか見たいらしい。学園長に学校側 Y を発信できるか相談しよう。マジで？マジで行くんこれ。SD チケット。よし、調査開始。あん！行ったな。この耳で聞いたぞ。スーパー聞いたぞ。じゃあ俺は校庭で待ってるからな。もし嘘だったら許さないぞ。許さないとは。学校側の登場手順について確認したい。乗り方か。いいぜ。な感じで。あ、そうさ。声かけれた。夏と冬どっちかって言ったらやっぱり夏の方がいいよね。そうかな。冬の方がいいだろ。夏は暑いのが辛いしさ。答えたくない。ちょっとそういう返事よくないよ。答えないって言うならこうしてやる。なぜ答えなかっただけでそんな目に遭うのか。しかもレベル3ぐらいでやってきてんじゃねえよ。逃げんなし。よっしゃー。逃げんなし。ただの暴力になってないですか、大丈夫。さあ、とりあえず、学園長のとこ行くか。12秒。ほぉ。くくく、この茶碗を持つ我に恐れをなさず話しかけるとは。なかなか骨がある。気に入ったぞ。なんか気に入られたわ。よきよき。あれやね、モモポーツ使ったら、あれ学園長室のところまで繋がってなかったっけ？違った？あ、学園長室すぐに行けるか。よし。来たぜ、来たぜ。チャオ！足で開ける。相変わらず、どうも。なんだと？学校側 Y を発信させたいだと？バカなことを言っちゃいかん。おはん。超高合体学校側 Y は我が学園の隠し機能、秘密兵器、国の手。あんなでかいのに隠しとるつもりなん、あれって。緊急事態でもないのに、おいそれと発信許可は出せん。諸君。それに、私は今それどころではない。実はちょうど君たちに相談があるのだ。後で私の話を聞いてもらいたい。このままでは恐ろしいことになる。いや、今言えよ。うん、とにかく、巨大ラボ研究クラブの部長には断ってきなさい。話は以上だ。マジで？なんか校庭の方が騒がしくねえか。これはまた別のクエストってことかな。ぽいよね。マジか。ってことは、あっちを先にクリアしてるかどうかでもなんか、会話の内容変わったりしたんかな。まあ、とりあえず、お断りをしてきなさいとのことやけん。
お断りをしてこようじゃないか。あれだけのために学園長室行ったん。電話とかでよく、なんかおるんやけど。待って、どこ行ったあいつ。なんかおらんくね？おらんくなったけど？なにこいつ。なんかめっちゃでかいのおるやん。学校が弱い。起動せんといかんのやないん。なにこいつ、話しかけれんやん。どこにおるん、清田哲。報告しろって言われたけど。こいつ？あ、こいつやんね。うわ！お前ら大変だ。校庭に本物の怪獣が現れたんだ。ん？おい、学校側はどうしたんだよ。は？緊急事態じゃないと発信できないだって？まあ普通はそうよね。でも今緊急事態。いや！何バカなこと言ってんだ。今がそのスーパー緊急事態だろ。いや、でもさっき起こってなかったけん。学校側は発信させてくれるんだよな。まあ。危機、巨大ドリル怪獣現る。グラウンドに突如として巨大ドリル怪獣が現れた。この脅威に対抗できるのは学園の最終兵器だけだ。学校側ワインに乗り込んで平和を乱そうとする悪の怪獣を正義の名のもとに成敗しよう。巨大ドリル怪獣を倒そう。お、なんか新しい武器ゲットできるやん。なかったやつよね、確か。くそ、悔しいが俺は怖くて震えが止まらない。おい！頼む、学校側ワインの力で、俺の大好きなスーパーロボットの力で、あの怪獣を倒してくれ。よっしゃー！任せとけ。超高合体学校側は発進だぜ。もう発進する。ちゃんと見とけよ、あいつ。まあ一応だって、あれよね。頭の中でしか、あいつらは想像してできてないわけやけん、操縦とかは無理やもんね。モグラノス。何あれ、なんか、おばちゃんヘアみたいな。何あの髪型。髪型っていうか髪なんかどうかもわからんけど。モグラーイヤー。やる今の。まあどこからって言ってもモグラだからね。あれじゃない？地中からじゃないですか。怖いよ。待って。今のは間に合ったの？どうなの？くっ、わいかった。これが一番相手を遠くまで引き離せる。ね、ガード出るの遅くない？いつも思うんやけど。いけー！しかもあれ確実にさ、突き抜け取るよね。絶対突き抜け取るよね、あれ。おい！なんか結構ダメージ食らってない？いけるか？行くぜ！行けー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 ！今のは当たったの？一応体力減ったか、向こうの。くっ！ちょ、待って、めっちゃ連続で来るやん。行けー！あー！いやー！今のは当たっとったよね。思いっきり減ったよ。はい、勝った。いや、多分勝てるけど。待って、これタイムもあるやん、今更ながら。ねえ、なんか時間もあるけど、あれはさ、タイムアップになったらどうなるんやろ。 やり直し、最初から。ラウンド2、ラウンド2。怖いよ。まあ、連続で来るときすごい怖いよね。フラッシュ。あれは命中率が下がったりとかしようかな。いまいち、どういう攻撃なんかが分かってないんやけど。危険。耐えろ耐えろ。この連続攻撃嫌い。めっちゃ嫌い。ガード。間に合った？行けー！怖い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 。もうガードすらも破壊されそうな気が。大丈夫か。間に合った。いけー！そう、カボータン。いけー！剣の投資らしい。ガード。多分ね、あの危険って出た時はあれなんかな。大ダメージの可能性があるってことなんかな。
フワードって見つかったら、モグラおしゃべりしゅープロレスラーみたいな感じでもあるかな、モグラの巣おばちゃんやってるけど何喜んでる よくそんなちっこいとこが見えるね。解決解決という間やったね。さあこれで信じてくれたやろすげえスーパーすげえ、お前ら本当に学校が Y のパイロットだったんだなね。ようやく信じてくれた。ああもちろんだ。あんな恐ろしい怪獣からも助けてくれてマジで感謝してる。あ、お前らならスーパー信用できるし、これ頼んでもいいか。何？巨大ロボ研究クラブの求人ボードを手に入れた。おう、持っている生徒カードをセットしよう。はい。もちろんです。ぜひ協力させてください。もうここ、あ、あれか、別に同盟組んだわけじゃないんか。助かる。もしお前らが困った時は何でも言ってくれ。あいつを駆けつけてくれるんか。おい。本音言うとさ、本当は俺が学校外のパイロットになりたかったんだ。だけど会場を見ただけで、震え上がってる俺には無理だ。まあね、戦えんよ、そんなやつ。今の俺には、まだスーパーロボットに乗る資格はない。キヨだ。だけど、もっとスーパー強くなったら、パイロットの座を奪いに来るぞ。おう！確保しとけ。ああ！おう、その時は俺もスーパースーパー強くなってるけどな。絶対無理やろ。だって音量体に乗り移らせることができるんやけんさ、こっちは。じゃあ俺はスーパースーパーグレート強くなる。いける！じゃあ俺はスーパースーパーグレートグレート強くなる。グレートは、重複させれるものなの。あ！ん？メダルですね。Y メダル、超高合体、学校側 Y を手に入れた。学校側 Y のメダルをゲットしたの？学校側もトワイライトセブンだったの？マジかよ。全然そんな感じなかったのによ。へへー。ま、メダルも手に入ったんだし、なんでもいいじゃん。じゃあ召喚できるの？それもそうっすね。でも、だけど気になるのはあの怪獣だよね。一体どこから現れたのかしら。モグラなんだから地中でしょう。うんうん。事件は解決できたけど、謎が一つ残っちゃったね。こいつらが召喚したんだ。へえ、あいつも倒しちゃうなんて、なかなかやるじゃない。要は何？トワイライトセブンはこいつらが仕掛けよるってこと？何か対策を打たれますか？まだいいや。とりあえず監視は続けておいて。はい。承知いたしました。クエスト、超高合体、学校側 Y、バッチリ解決。大変よくできました。よかったよかった。あいつはもういなくなったのか。あれかな？なんか増えてない？山田&今日はいつもより髪型が決まっているようだ。ってことはこっちが山田ロイよってことか。いやね。心なしか気合がみなぎっているようだ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、なんか学園長が用がありそうやったけん。ね、結局あの後戻ってないし。この後話を聞きに行きたいと思います。